この切り株はこの前収穫しようと思って挿し木の練習にと思って地際で切っておいたタイベジタブルバナナの親株跡なんですね。まあ小株はぐんぐん大きくなってきていて、そちらに見えるのは多分銀バナナじゃないかなと思うんですがね。ここから西の方に行った、そうですね、4メートルぐらい離れたところに、3メートル半から4メートルぐらい離れたところに、タイベジタブルバナナの数本立ちがあって、ここからも小株を掘り上げて、オークションに出品したりしていたんですが、この手前のより太い小株のこちら、ちょっと斜めに傾いている方が親株なんですが、これが出来してきているんですね。これですね、この前の低木製のタイベジタブルバナナよりは大きなつぼみが出てきていますから、収量ももうちょっとあるんだろうとは思うんですが、まあ出来してきたのがちょっと時期が遅いのと、これは角形を見てもそんなに太くないんですね。おそらく移植して親株としての歳月は経ていても順調に生育したわけではないので、あまり大きな苗にならないままこのように出来したんだろうと思うんですね。まあこれこそ家計の太さなんか見てますと、挿し木の練習にはいいなぁなんて思ってしまいますがね。まあおそらくそうなるでしょう、今時の出来ですんでね。